大谷選手が大きく描かれているのがすごくかっこいいと思いますし、やっぱり同じスポーツ選手としては憧れる部分も大きいなっていうふうに思います。これ見るだけでパワーももらえますし、乗るとさらにパワーももらえると思うので、夢や目標に向かっている、若者もそうですし、それを応援している大人たちもみんなこの期待に乗ってパワーをもらってほしいなとは思います。